皆さんこんばんは、スルメです。はい、なんとですね、ピンタが来たーということでですね、今回のポケモリは大好きなビンタをスカウトしに行きたいと思います。はい、ポケモリはですね、ランダムに出てくる動物たちと仲良くなって、指定された条件をね、クリアすることによって自分のキャンプ場に来てくれるんですけど、会えないことにはね、始まらないので、もうビンタ来ないかなってずっとね、待っていたので、ついにね、来てくれてすごく嬉しいなと思います。はい、ではね、早速会いに行きたいと思います。さあ、ビンタビンター、あれビンター、ビンターかわいい。え、なんか一人なのにすごい楽しそうなんだけどはい、あつ森ではね、すごく仲良くさせてもらってるので、ポケモリでもね、仲良くしていきたいですね。かわいい。はい。まあ、とりあえず仲良くなってね、物をあげまくってね仲良くなりたいと思います。あら、かわいい。さあどうぞ、さあどうぞ。あー、仲良し度5。まだ全然ね、仲良くなってないので、まだまだ全然ダメですね。まあ、家具もいっぱいね、作んなきゃいけないので、また今度かな。はい、ビンタとはね、一回お別れしたんですけど、またね、来てるみたいなので、今度こそスカウトしたいと思います。はい、ポケモリはね、その動物たちがいる滞在時間が決まっているので、時間が経つとね、いなくなっちゃうんですよね。だからその1回でね、1回会ったからってスカウトできるわけではないというね、結構ね、世知辛い世の中ですね。ビンター、あー、ビンタかわいいね。はい、どうぞ。はい、よいしょ。はい、よっこらセット。でも5までいかないよね。そうだよね。あともう1回かな。このね、1回来るたびに3回しかね、お願いを聞けないので、ちょっと待って、また会えない日々が続くのお、来たぞ、ビンタチャンス。え、待って、ブロッコリーって誰だっけこの選択が当たるか外れるかによってビンタが来てくれるか決まる。でもお茶受けセットだったら誰でも好きなんじゃない？あ、待って、ブロッコリー多分ネズミの子か。いや、でも、いや、好きでしょ。ね。え、似合うし。好きでしょ。あ、意外と好きかも。あ、しくったーしくったー、ダメだった。うわー、マジか。うわ、ちょっとしか増えないそうだ、お菓子だ。お菓子あげよう。よし。わー、どっちにしようかな。これはケチが出ちゃうねとりあえずいいでしょ、これで。お菓子初めてあげたんですけど、きっとね、好感度上がるんじゃないかな。うわ、微妙どうだからか、これは。ケチってしまったからか。え、もう一回あげれるのか、お菓子って。あ、あげれるー。金をあげましょう、金を。かわいいあなたにはこの金のお菓子を差し上げましょう。これどのぐらいいくんだろう。あ、すごく、待って、反応がめちゃくちゃいい。反応が全然違うよ、さっきの銅のお菓子と相当いいものなんだ、これ。え、もう跳ね上がるんじゃない？やった！やばっ！待って2個もいっちゃった。え、すごいわ、金のお菓子やばい最初からね、金のお菓子あげてればよかったねまあ、何はともあれね、これでビンタをね、我がキャンプ場に呼べるということですのでキャンプ場においで。さあ、ようこそあ、かわいい。このさ、動物がさ、初めてキャンプ場に来た時のさ、リアクションみんな可愛いんですけど、やっぱビンタはね、特別可愛いねやっぱりちょっとあつ森でめちゃめちゃ長く一緒にいるので、思い入れはやっぱ違うよね、他の子たちとは。ビンタもね、すごい楽しそうでよかったです。え、待ってすごい顔してるけど大丈夫？え？あ、かわいいね。よかったよかった。かわいいビンタに戻りましたはい、これでね、キャンプ場利用者27人なので結構ね賑やかになってきましたね。あ、そっか、あ、待って、今満員なんだね。満員御礼なんでちょっとビンタ後で呼びましょう。すぐ呼ぶわ。はい、今ね来てる子たちはこんな感じなんですけど、まあティーナだなティーナですね。はい、じゃあビンタをね迎え入れましょう。はい、オッケー、素晴らしい。ポケモリのね、いいところは一旦ね、退場してもらってもまた呼べるってとこだよね。あ、ビンタどこにいるの？あ、いたー、かわいい。寝てるの？来たばっかりなのに、もう我が家のようにね、くつろいでらっしゃるよ。かわいい。いいね。ずっと見てられるわ、この寝顔。おい、半目だぞ。起こしちゃった。ごめんね。え、それは居心地がいいから眠たくなるんじゃない？あ、違うね。ごめん。ごめん、調子乗ったわ。ではではね、ちょっと私のキャンプ場をね、紹介したいと思います。この流れるプールがね、めちゃめちゃお気に入りなんですよ、私。なんか、あつ森と違ってね、ポケモリは、なんか、家具を置いておくと、ちゃんとそこで、動物たちが遊んでくれるっていうのが、なんかすごくね、いいところだなって思いました。なんか、プールね、置いてもさ、誰も入ってないと寂しいじゃないですか。こうやってね、浮き輪でね、ちゃんと流れててくれるのがね、すごくね、夏らしくてめちゃくちゃいいよね。かわいい。遊具とかもね、こうやってちゃんと座ってくれるし、まあ座ったり触ったりはしてくれるか、あつ森も。まあだけど結構ね、一瞬で終わっちゃったりするので、ずっとね、座ってくれてるっていうのはいいですよね。あとね、コテージっていうのがね、できました。はい、コテージに関してはね、全然家具とか一切変えてないので、はい、あんまり面白くないんですけど、まあ、岩鉄がいるんですよね。あつ森で。前ね、私の島にいたんですけど、もうね、いなくなっちゃった岩鉄がね、また会えたので、今ね、コテージで優雅に暮らしてもらってるんですけど。ね、この MVP のシャツね、懐かしいよね。やば、怒られた。そこそこ遅い時間にやってることがバレてしまいました。はい、ということでですね、今回は大好きなね、ビンタをね、無事キャンプ場に呼ぶことができたので大変満足でございます。はい、こんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録と高評価いただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。コメントもねすごく嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。ぜひぜひね、集まれ動物の森も実況してるので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。